出さないように両手でね、持ったまま振っていきましょう。注意してほしいこと、で鉄板の周り、大体ね、5センチの鉄板の上にしっかりと落ちると思います。じゃあもう、もう大きいです。ずらっと押し付けたり、下のグリグリ動かしてね、はい、最後はアメリカの国旗の旗、これ刺して完成です。で、食べてもらうテーブルは、後ろのテーブルをこの後ね、12時間の分があるので、ハッピングをするときは、